死にまくるマリオメーカーやっていきたいと思います。無敵時間の利用、よくあるやつだね。無敵時間利用、俺はこれ好きなんだよね。めっちゃむずそうだなこれ。かぶって、いやーめちゃめちゃむずそう。すげえむずいぞ。で、こう入って。死にやつ。あ、持ってかないとダメかも。どうしたもんかね。めちゃめちゃ難しくない？これ。いや、これだって。来た。よし、よし。よーし、来たぞ、わかったぞ。トントントン。はい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし。で、無敵時間を利用するんだろ？はい、はい。あー、あーはは。あれ、タイミングが合わん。タイミングが合わねえ。うわぁ！よし。うわ、これむずくね？あ、うわ、よし。調整して、かぶる、オッケー。かぶる、うわぁ！なんで？調整、調整。ここ。うわ、で3秒2秒、うわ時間ねえ。よしよしよし、時間ある時間ある。もう一回待てるだろう。87、こんなもんか。ダメダメ、ガーッとちょい、よー、こんなもんか。いやほんとすごい、ほんとすごいわこのコースは。やばいぞこれは。自慢できるわ、クリアしたら。すごいすごい、一般人集めたら余裕で 0.01 キルわ。ガチで集めても相当これ苦戦するし、多分途中でやめちゃうと思うわ。これはすごい、ほんとすごいぞ。ギリギリ届かないんだけど、一回クルンすると二回目届くんだな。落ち着いて降りて、一回見る余裕があるな。787、この辺か。よし、オッケー、よー、やってクリアできた。うわ、超時間かかった。テレミキャッスル53分で、これ41分3かな、41分3。これすげえぞマジで。これはすごいわ。何がすごいかって、これだってさ、テレミキャッスル難しいのみんな見ててわかると思うんだけど、これすごい簡単そうに見えませんか、見てて。なのに難しいのは、やってることが単純なのにもかかわらず、ほんとギリギリのマリオの動かし方を、動マリオをギリギリで動かさないと進めないようになってるんだよねこれ。すげえぞこれ。本当に一般人集めたらクリアできる人、100人集めたら8割いないんじゃない、いや2割いなくなると思う。本当にすごいわこのコースは。いやーマジか、こんなコースに巡り合えると思わなかったな。思わず絶賛の嵐だけど、今これ今興奮してるわ本当に。すげえわ。難しいギミック集めてさ、これすげえってなるのは本当わかるんだけど、単純なギミックでここまで難しいって思わせるのって相当難しいと思うんだよね。これはすげえぞマジで。うわー、なんかクリアした時の達成感がすげえわ、尋常じゃないわ今。本当に楽しかったです、本当に楽しかった。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。